ですけど、最近ちょっと僕分かったことがあるんですよ。なんだろうな。是枝監督が、カンヌ映画祭でパルムドールっていう賞を取ったわけじゃないですか。で、その映画のタイトルが万引き家族っていうタイトルで、で、その万引き家族というような名前で日本人の監督が映画を撮るのは日本人にとって良くないみたいなことを言い出し始める人たちっていうのが、是枝監督を攻撃し始めたんですよね、ネット上で。で、その後に、安倍首相が、その是枝監督の、今まで日本人かなんか世界で賞を取ると、割と安倍首相って誇らしいみたいなこと言うんですけど、それに全く一言も触れなかった、ノーコメントだったっていうのが、フランスのル・モンドかなんかの記事になったんですよね。日本人が世界で何かすると、必ず安倍首相と褒めてたんですけど、安倍首相、是枝監督って昔から政権批判を割としていた人だったりするんですよ。ル・マンドはお菓子の方ね。で、っていうので、主義主張はどうあれ、日本人がきちんとしたことをやったら褒めるべきじゃないのみたいなのが割とあるんですけど、その主張が、安倍首相がやってることと是枝監督が実現したい世界っていうのが違うっていうので、日本人が世界で業績を上げても、安倍首相は褒めないっていうのがあったりして、で、そのネトウヨという人たちが、その万引き家族という映画を見ない状態で、その是枝監督をバッシングするっていうのを始めていたわけですよ。で、是枝監督は助成金をもらって映画を作ってるらしいんですね。で、その助成金っていうのが、一定の額が売り上げがあったら返還しなきゃいけないけど、儲からなかったらそのままもらっていいよっていうタイプなんですよ。で、万引き家族はカンヌも取ったので、ほぼほぼ助成金を返還するのは確実な話なんですけど、で、その中で起きてたのは、助成金という形で日本の税金を使ったんだから、日本には感謝するべきである論っていうのを言い出している人たちがいて、で、文部大臣かなんかが、その是枝さんに祝意、そのおめでとうって言いたいから、文科省来てくれませんかなんか言ったら、その是枝さんが、権力とは距離を置いておきたいので行きませんみたいな形で言ったんですよ。で、それに対して、助成金をもらってるにもかかわらず、恩をあだで返すのはいかがなものかみたいな話で、ネトウヨの人たちが、是枝監督を攻撃するみたいになってて、世の中って面白いなと思って僕は見てたりします。で、僕がそこで思ったことが、僕が思ったことをここで喋ってどうするんだって話なんですけど、日本が好きっていうのと、日本の現政府が好きって全然別のことなのに、完全にごっちゃにしてる人が結構いるんですよね。例えば日本の政府とか、じゃあ日本のその与党とか、日本のその権力者っていうのは好きじゃないって言ったとしても、別に日本に住むの好きだし、日本食好きだし、日本も好きだしっていうのは全然成立し得るんですよ。だから安倍首相は嫌いだけど、日本大好き、日本に投資してますって人もいるわけですよ。別に逆のパターンで、アメリカにめっちゃ投資してるけど、日本も好きみたいな人いるかもしれないけど、政権政府と日本って全然違うものなんだけど、頭の悪い子たちってその切り分けができないんですよ。だからその日本が好きっていうことは、日本のその与党だったり政府だったりももちろん好きじゃなきゃいけないと。逆に日本の与党嫌い、日本の政府嫌いってことは、じゃあ日本のこと嫌いなのか、日本人のこと嫌いなのかみたいな、完全にね、二択でしか世界を理解できなかったりするのよ。なんだろうな、子供向けのさ、特撮、ドラマとかさ、アニメとかって、基本善悪二元論だったりするんだよ。で、逆に年寄り向けの時代劇もね、結構ね、善悪二元論にしやすいのよ。要は、いいやつは水戸黄門。で、水戸黄門の相手は悪いやつっていう、必ずね、善と悪ではっきりさせたものしか、子供と老人って理解できないのよ。言っちゃ悪いけど、頭が悪いから理解できないんだけど、だその物事を全て善と悪とか、性善で分けちゃうよね。だから日本好きイコール日本政府も好きみたいな。
で日本政府嫌いイコール日本嫌いみたいな。で世の中ってそのいろいろなまだらなものがあって、例えばじゃあ日本の政府って割と好きだけど安倍首相は好きだけど麻生さんはあれはどうかと思うよあの発言みたいなのもあるわけですよ。だそのじゃあ安倍政権としてやってるアベノミクスは賛成だけど、でも麻生さんがそのセクハラ容認するのとかってやっぱりその女性が社会に出てく上で良くないよねとか、その 100% 同意じゃないことって世の中いっぱいあるんですよ。でもその頭の弱い人たちって基本 100% 同意しないとイコール敵、こう 0% 否定みたいな2個にしか取れないっていうので、こうネット上でわちゃわちゃやってて面白いなと思って見てる昨今でさえ。まあそんなわけで、その是枝監督はその割今度はなんかねフランス人の役者を使ってフランスで映画を撮るらしいんですけど、とはいえその別にあの日本が嫌いだからその日本人の役者を使って万引き家族みたいなタイトルで映画を撮ったみたいな話じゃないと思うんですけど、まあともあれあの僕万引き家族まだ見てないんで。ちなみにあの前回の是枝監督の映画は僕そのフランスで見たんですけど、あの是枝監督がそのフランスの映画館で挨拶をしてて、この話したっけ、あの映画館見に行ったらその是枝監督がパリに来てて、でそこでその映画についての説明をこう是枝監督がしてるのを聞くっていうのをやったんですけど、そうそう福山雅治さんとあの役所広司さんの出てる、あこの話した？したね、はい、じゃあいいや初耳、はい、そうそう、ほんでまあ軽く説明すると、その役あの通訳の人が入るので是枝さんが一生懸命喋ってることの結構はしょって伝えてるんですよね、通訳の人が。仕方ないんだけどっていうので、あ面白いなってちょっと思ったんですけど、ね、日本だと何だっけ、3人の暗殺、3人の殺人みたいな、なんかそんな感じの、スリーマーダーラーみたいな、そんな感じのタイトルだった気がするんですけど、日本語の3度目の殺人。はい。それです、僕が見たやつ。義務教育廃止で税収はどれぐらい確保できますか？多分、その文科省で使われてる分の、あの予算は減ると思うけど、その後頭の悪い国民が大量にこう毎年毎年量産されて、結局税収が得られなくなり、最終的にはめちゃくちゃ損をするっていうことになると思いますよ。あの基本的には教育レベルと年収っていうのは世界中大体リンクするので、教育レベルが下がるイコール年収が下がる、年収が下がるイコール税金払う額も少なくなる、税金払う額が少なくなるってことはの日本国の税収が下がるっていうことなので、教育のお金をけっちるというのはあまり賢い行動だと僕は思わないです。はい。ペットどう思いますか？僕はペットはね、ものすごい高額の税金かけるべきだと思ってる派なんですよ。あの基本的にペットを飼うって、あのそのちゃんと丁寧に飼える人はいいんですけど、ちゃんと飼えない人が与える社会に対する悪影響って結構大きいんですよ。例えばそのなんかあのゴミ部屋みたいに住んでてめちゃくちゃそのなんか猫増やしちゃってる家庭みたいなのって結構その地方の一軒家とかであるんですけど、でそれってその野良猫化してその地域にガンガンこう猫が広まっちゃったりとか、そのまあ子供増えちゃってとか野良犬増えちゃって保健所の人大変とか、でその去勢もしてなかったりするからね。でそういうのでその地域に迷惑をかけてるんだけど、その人は別にそれに対してコストを全く払ってなかったりするんですよ。あのねその共有地の悲劇的な話になると思うんですけど、あの要はみんながタダだと思ってるものをみんながそれを取ってしまうと結局最終的に何もなくなるっていうのがあって、僕子供の頃はイースター島がなくなった理由を知らなかったんですけど、あの最近イースター島がなくなった理由って結構はっきりしていて、あのモアイ超作りまくったからイースター島なくなったんですよね。あのイースター島ってもそのモアイで有名なあのチリのとあのチリからなんか1000キロぐらい離れてこう左側に行ったところにある島なんですけど、モアイ像っていうのみんな知ってると思うんですけど、あのモアイ像のそのでかくてすげえやつっていうのを作ったやつが偉いみたいなの文化が始まったんですよ。あの文化って基本的にいらないことにコストかけたやつが偉いっていうのが文化なんですよ。例えばほら鎌倉の大仏とかさ、すげえでかいけどあれ何の役にも立たないじゃん。
まあ宗教的な意味があるかもしれないけど、なのでその無駄なものに、おすげえなんかモバイのアイコンが流れてきた、ニコニコってこんな機能あるの、で、あのひたすらその火山のところに行って岩を切って、でその岩をこうゴロゴロ転がして町の方に持ってくっていうのを、そのモバイ合戦を始めたんですよ、イースター島の人たちは。なので誰が一番いいモアイを作るかっていうのにひたすらコストをかけて、でそのためにこう働く人も、じゃあその石を転がすためにコロっていうその木の丸太を並べてその上にこう転がしたりとか、でそのあのじゃあ火山から切り出すためにそのいろんな人がじゃあ食べ物食ったりっていうので、まあ森をガンガン伐採してったんですよ。で森をガンガン伐採してったら、そのうち食べ物なくなっちゃったんですよ。もともと森の果実を食べていたりとか、森目当てに来る鳥を食べていたりとかっていうので、その島の人たち暮らしてたんですけど、その森をガンガン切っちゃったんですよ。森は誰が取ってもいいものだったから、誰が取ってもいいものだから、じゃあ俺森との木切るわ、俺も木切るわって言って、みんなで木切りまくって、最終的に森がなくなって木がなくなって、でほぼほぼ絶滅しちゃったんですよ、イースター島の人たち。